はい、すみません。どうも、引き続きね。まあ、そういうわけですね。まあ、所詮な。多分、誰が密告して、俺の情報も盗んでたよな。こういうことでした。で、こういうことですね。おい、行くでよ。そう、日本政府認めたいね。テロ国家だって。アホやな、と思った。まあそういうことですね。日本はテロ国家ということですね。もうすでに俺は日本語やめる予定やってん。もうすでに準備体制入ってたんや。もう10年前から準備体制入ってたんや。もうソビエトの責任に交互し、あの本読んでから、俺はもうロシア語とかいろんな言語を学び始めた。そして俺は IPA ね、ウィキペディア経由で知り合ったんや。そんなまあ芸能人とは無縁な存在やった。もうすでにサムは SNS21 年目、そっくの前にもうインターネットに入ってたんや。必ずね、そういろんなね著名な方と話すんやったらね、そのウィキペディアの情報本当ですかって必ず質問する。当たり前や。よく偽物のね多いって説が多いからね。そういうことでした。そういうことそういうことでした。最初からね。最初からな。はい。そういうことで。そういうことで。テロ国家ってこと。まあ、ね。皆さん、日本、表向きなああいう体制やけどね。実際のところ、もう、ユーゴスラビアになってんや。ユーゴしてたよ。内戦状態やったよ。もう内戦状態や。さあ、俺、この下でな、不正な通報食らった。やったのはさ、おみーちゃん、お前やろ。慌てるぞ、これ。お前やろ。っての知ってたボケ。入れ墨女がボケ。知ってるわ、ボケ。そのことや。皆さん、あんまり芸能人、イベントのライブ行かんほうがいいぞ。あれね、よう観客多いやろ。だいぶ暗いサクターで。ほとんど暗いサクター。無償で入れる。オタク層ってやつね。まあ、暗いサクターって意味ね。まあ、こういうことです。こういうことでした。まあ、要は、所詮日本はテロ国家ということね。まあ、アホやからね、日本は。ね、そういうことでした。要は、俺、誰に似てるかって。なんか性格。これやったらね、多分、誰かに似てるの多分、誰に似てるよね。腰水は見に似てるかなと思って。まあ、無理だろうね。まあ、所詮はね。まあ、所詮はテロリストやからね、芸能人なんて全員。俺以外全員日本はテロリストってことや。バカバカしてる。な、各国の皆さん、もし日本で旅行するときは気をつけてね。もし、デモンストレーションとか参加する。気をつけてね。国会議事の前にね、本当は無理やね。俺でも無理やったし。そういうことでした。フランス共和国大使館に、寒こと水瀬明子と、福島明宏と申します。やっぱ、警察に、文句言ったから。やっぱ文句言ったから。アホやからな、お前。口論になった以上、多分。口論になったと思う。あんなオリンピック前から、警備。過剰、あんなもん、多分 9.11 前からやってたんじゃないかな、思いますよ。そう、俺を復活させてくれたの。そう、アメリカの皆さん、そう、前のオバマさん、そう、前のトランプさん、およびバイデンさん、ありがとうございます。3.11、そう、あれのおかげで俺復活できたんよ、完全に。そう、再起できたんよ。そう、停滞期を脱退したんよ。ようやく、原点回帰復活してんよ。本格的に政治の道。っていうかもう政治の道。で、そして2012年の8月25日の、24時間テレビ、大阪城ホール、およびね、松下 MP、ビルリング、主演の、大阪会場の24時間テレビで、リチャード・コジミツさんの講演会行きました。初めてね、SNS で知りました。リチャードさん、ウイハイさんたち、沢井さん。平安狂人さん、サムコのみ、水瀬咲子と福島明宏と思いますね。お久しぶりですね。久々に再会できて、と思いますね。そういうことですね。そう、そういうことですね。お会いできてよかったです。そのあとね、もう一つなんやけどね、もうほんとびっくりな。俺ね、読売テレビの連中とちょっと口論になったやん。ちょっとね、読売テレビの連中とね、さあ、俺ね、日本ね、もうさあ、本当に最悪やったよ。ああ、まあ、日本移ろうって思った、思いましたね。本当はびっくりね。口論になったんよ、見るテレビの連中と。そして今年の都議選で、俺、本当にね、口論になったんよ、本当に。警察の連中と口論になったんよ。むっちゃ切れても、もう慣れてるんで。皆さん、もし私を逮捕しますか、俺を逮捕するのか、僕を逮捕するのか、これ言えばいいんや、ボケ。ああいうことや、言えばいいんや、もう。だからね、嵐とって言えば、まあ、言えばいいんや、こう、言えばいいんや、これで、言ってくれ、構いません、もういいんや。ということでした。もうすでに俺はね、もう、体制になってん。こういうこと。まあ、本当に読売テレビ、口論になった。名古屋の会場の場合は2回行ってるんだよな。前々から2回行ってました。さあ、いらまるアナウンサー、およりな、いらアナウンサー、望月アナウンサー、おより、浜田アナウンサー、寒子と水瀬咲子と福島議論ね。4年前の事件を報道してくれてありがとうございます。もう本当に中京的、報道されたと思いますね。さあ、実は私、もう一回言ってたね、あなたたち。お二人が、入社前の状況にね、もち強化さんしてました。さあ、ミス・レジメーカー。びっくりですね。もうほんとびっくりですね。意外となんか、東の方に移っててびっくりやな。よくここに右翼団体が知ってますよ。お父さん知ってるで、よういるの知ってるで、いるよな。本当に立ち川ね、もめたいな。もめたいな。本当にバカだと思った。もうこの滋賀県連中に辻とか榎本、お前らも同じや。かぐわるような藤井裕二、そして鹿児島、お前らや。覚悟しろボケ、きろ。お前らもや。皆さんそう、かぐわるような石川さんよりお前らもや。滋賀県攻撃すると本当に。そういうことや。もう戦争やん。そういうことや。もう、ことです。ことや。そういうことや。もう、容赦しないって言った。そういうことです。そう。まあ、日本は分裂。どうでもいいや。どうでもいいし、日本は崩壊するの。分かってた。もう、最初から日本政府で、存在しなかった。もう死んでたやん。とっくの前に。そういうことでした。あの世行き。ちなみに俺は、本当に交通事故にあった。本当に入退院履歴。なんか、覚えてないんやて、本当に。マジで覚えてない。倒れたのは事実。でも、入退院履歴なんだ、事実。本当に倒れた。本当に、死んだのかどうなのか分からんかったよ。分からんかったよ。全然思い出せない。そういうことです。俺本当に死んでしまってびっくりやん。さあそういうわけやん。皆さんお前ら知ってたぜ。これ分かってるよな。本当にそういうことや。日本はテロ国家です。そういうことでした。以上です。